皆さんこんにちは、れなです。今日はどこにいますか？名古屋駅の西側にいます。今日は何しましょう？西側にいろんなレストランとか居酒屋とかいろいろあるから、今日は立ち飲み屋に行こうかなと思います。おー、いいですね。でちなみに私意外と立ち飲み屋行ったことないかもしれない。日本独特ではないかもしれないけど。いや、そうじゃない？立ち飲み文化ね、日本の。いいじゃないですか、レナ社長初体験立ち飲み屋。なんで席がないの？は私の一番の疑問なんだけど。今日立ち飲みを経験していいかどうかを皆さんに教えてあげます。行きましょう。社長、西口にもいろんなお店ありますね。そう、どっちかというとお店がある、昔ながらのお店。なんか違うお店だと思うよ。ここなんか何軒かある。本当だ、立ち飲み屋が3軒4軒連なってるね。便利、最高じゃん。これに決めました。焼き豚のお店、焼き豚立ち飲み。お腹減ってる、もうビールが待ちきれません。あはー。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。はい、大丈夫です。お兄さん、折り返しされました。よかったら3名様どうですか？折り返しされましたよ。お、大黒？大黒、大黒、大黒ですよね。大黒ではないですよ。確かに読めません。はい、ありがとうございます。僕は生で、あ、みかん酒飯じゃないんかい。めちゃめちゃ美味しそう。目の前でレバーとか皮とか焼いてくれてる。タカが食べたいよね。超うまそう。頼んでいきましょうか。わー、美味しそう。タカ本当のおじさんだね。何食べようかな。これ美味しそうだけど、レバー。あ、レバーいいじゃん。じゃあ俺レバー的。うまそう。これが欲しい。台湾肉巻き串。ホルモンミックスとかも早く出てきて美味しそう。何がいい？あ、豚バラ3種盛りでいいんじゃない？うん、美味しそう。あとはすぐに出るもの。来ました。ありがとうございます。おい、ではでは、まずは乾杯。乾杯。はぁ、うん、まっ。ご注文お決まりでしたらお願いいたします。マヨネーズついてるんで、はい、特製のそれ混ぜながら食べてみます。はい、ありがとうございます。箸の鶏皿が引き出しが、あ、はい、あ、ここにあるんだ。おー、1個目でポテサラが来ましたよ。自分で混ぜるタイプ。よくポテサラを注文するよ、居酒屋とかに。レナ社長の大好物。もうなんか酒飲みのおっちゃんみたいだよね。ドイツだから、ドイツにもポテサラめっちゃあるでしょ。あるね。お姉さん、折り返し終わりました。店員さんの元気がすごいよ。おじさん、折り返しております。いただきます。うん、うん、おう、これ美味しい。ちょっと豚が入ってるし、あとなんかマスタードとか。どうぞ、いらっしゃい。めちゃくちゃ美味しそう。美味しい。折り返し来ました。これ、台湾冷ややっこ。それはザ名古屋の台湾スターターメニュー。ひき肉とピリ辛ソースで、豆腐の上に乗っけてネギ。スライストマトはいつも注文するものです。スライストマト、いただきます。あのトマト甘い。うまっ。これやば、めちゃめちゃうまい。もうお酒のおつまみに最高だね。全然思ってたより辛くない。抜群。ありがとうございます。これめっちゃ美味しそう。レバ、え、俺のだよそれ。レバ的知ってる。レバだから欲しくないけど、上のあれがめっちゃ美味しそうだよ。普通のやばだったら超うまそう。はい、ちゃか、あー、オケー、置きなさい。ごま油。あ、ごま油、ね、うん、ごま油に細かいネギ。はい、一口で食べるものなの。うまっ。これ追加、追加。もうレバー多分食べれなくても食べれると思うよ。スパリキモー。レナ社長もトライです。レバーチャレンジ。味やばくね。美味しい。相当な、ね、なんかレバーの臭みとか全くなくて、うまいね。トロトロのプリンみたいな。プリンじゃないよ。僕は
追加します。これはおかわりしてもいいよ。やばい、何かわかんないけどすごいジャパニーズサワーって書いてある。すごいジャパニーズサワー、すごいジャパニーズサワー、はい、日本酒と炭酸と蜂蜜。じゃあ、めちゃくちゃ飲むと酔っちゃいます。社長行きましょうか。社長が頼みました、はい、すごいジャパニーズサワー。うわ、来ました。台湾肉巻き寿司。これもなんか名古屋にしかないものでしょ。見てこれ、みんなめちゃくちゃうまそう。これだよ。はい、ありがとうございます。来ました。すごいジャパニーズサワー。まずはこれ。その後はすごいジャパニーズサワー。口に入らない。絶対うまいじゃん。最高ですか？うわ。あよ、1名様。お会計らしてきてるんで、ちょっとだけ説明いらないぐらいうまい。あと10位です。乾杯。あ、各様はいです。はい、各様に1名様います。でもなんか日本酒のあれそんな強くないから。おお、そうだね、さっぱりしてるわ。甘いし、はい、よし。これ食べないともったいないなと思ったけど、さっきの台湾肉巻きのどうしようアレンジしてますね。うん、美味しい。ちなみにさ、この立ち飲み文化、日本だともうどこにでもあるけどさ、ドイツは？ドイツはバーカウンターで立ちながら飲むのはあるかな？うま。話聞いてない。はい、ドイツだと？だからバーカウンターに立ちながら飲むのがあるよ。あるね。でもこれがっつり食べるのはないもん。こう目の前でさ、焼いてくれてさ。ちなみに私はビールも来ました。同時に2つを飲んでるよ。ドイツ人はお酒が強いですよ。これがほぼ水だから。もうみたいな。違う違うよ、こう飲んでクーだよ。クーなの？うん、わかる。もう一回これができなければクーわざとらしい。まだまだ日本人にはほど遠いですね。それがうまくカーってできれば日本人だね。あれ、社長、社長、社長、はい、何をやってますか？これ箸袋を作ろうとしてるけど、箸袋で折り紙ができるってことかな。これも日本の文化だよ、折り紙。まあ社長は多分不器用だから無理だと思うよ。残念ながら。見て、何をやったの？はい、ありがとうございます。ネギマヨ、水おろし、おろしポン酢。お、ハツと上タンも来ました。じゃあ俺、上タン食べよう。上タン、うん、これめちゃめちゃうまい。これほど美味しくない。あのこれは負けるよ、これの方が美味しい。じゃあ俺これ食べていい？この肉厚の牛タンめちゃめちゃうまい。うん、本当だ。このスポンジがめっちゃさっぱりしてる、ね、ナッツっぽい。はい、はぁ、うまっ。自然に音が出るね。柚子胡椒は大好きだよ。これ絶対に美味しい。うまっ。ビール、ビール、ビール注文します。柚子胡椒どうですか？最高、美味しい。椎茸、不満です。え、どうしました？サイズに不満です。あ、でもこれ可愛いね。これ椎茸のさ傘の部分とこの柄の部分っていうの、もっと大きいのが欲しいよ。やけどしましたか？残念、ハツ来ました。ジェラさん、ハツ分かりますか？ハツはハートだよ。そう、心臓です。そう、私は飲んでるからタカの話も聞かずに。はい、プリプリハツ。これは危な。後ろにひっくり返るとこあった。シシトウも来ましたよ。みずみずなシシトウ。そう、シシトウちなみにドイツにないよ。お、そうなの？そう。あ、日本独特？多分なんかミニパプリカみたいな感じでしょ。まああとちょっとピリ辛だしね、シシトウって。え、ピリ辛？うん、ピリ辛？種類、お、
話聞いてます。タカがここで残り物を。牛タンまだ残ってるよ。私は豚のマヨ、ネギマヨ。ネギマヨ豚。うわ、ブリンブリン。おいしい。日本の夏のビール最高。えな社長、人生初の立ち飲み居酒屋どうですか？楽しい、美味しい、足が疲れた座りたい、まさかの基本的に美味しいものを食べ飲みながらあまり足が疲れてることについて考え、聞いてないか。堀さん、よかったら2階座ります。2階に座れるらしい、聞こえた？2階に座れるわけ。だから足が疲れてる以外にはすごい楽しいし、食べ物飲み物があったら疲れてることは完全に忘れるから大丈夫。また聞いてない。また何を見つけた？何これ、これ何ですか？お、ハラミ一本焼き、めっちゃ美味しそうだよ。はは、お腹いっぱい。お風呂が結構有名なんで。あ、そうですか。はい、ロックのロックのハルキ、ロックのハルキさん有名らしい。ロックのハルキです。かっこいい。イケメンだね。イケメンだね。最後締めで何か頼みましょうか。僕は決まってますよ。何を？レバテキ。社長どうしますか？皮とかありますよ。ヒレチーズ。ここに来てそのチーズ重たくね。じゃあヒレチーズとレバテキでいきましょうか。あれあれ、珍しいですよ、社長が3杯目頼もうとしてます。基本的に2杯しか飲まない社長が立ち飲みマジックですか、これは。そう、確かにさっきの日本酒うまかったよね。ね、来ました、すごいジャパニーズサワー。あー、これは本物のリアクションだったよ。変な社長が頼んだヒレチーズ、チーズが、チーズが、そうだね、熱っ。もうお腹いっぱいだけど、この香りをしてくるともっと食べれそうな気がする。4杯を飲んだのに。ドイツ人は多分10杯ぐらい飲みますよ、こういうところ来たら。20杯ぐらい飲むかな。はい、ありがとうございます。来ました、ヒレチーズ。うわ、いただきましょうか。いっぱい使おう。タカが頭がでかいことをいつもすごい意識してるから、カメラに近く。レナの俺顔倍ぐらいある。ない、痛くないからね。最後、俺はレバテキ、レナはチーズ、ヒレチーズ。いただきます。熱そう。はよ、おう、うん、これやば。このメニューを食べに来る価値があるお店、めっちゃうまい。俺食べてない。普通一口残すんじゃない。皆さんどう思います？ごちそうさまでした。飲みっぷりいいですね、社長。いまだにできない。残念。ごちそうさまでした。お腹ポンポン。もう見せない方がいい。はい、ここお腹ポンポン。あれ、今へっこんでますよ。力抜いたらこれがボニョンってなりますよ。ごちそうさまでした。うわ、美味しかった。ちなみにいくらだと思う？ちょうど合ってたら母に何かを買ってあげる。7000円。さっき見てたよね。さっき見てました、お会計。7000円です。何か買ってくれるんだね。どうでしたか、立ち飲み居酒屋、日本独特の文化。いい感じの文化だね。楽しかった。よかったね。めっちゃ美味しかったしね。うん、7000円もなんかリーズナブルな気がする。うん、お腹いっぱいで、あんなにいっぱい食べて飲んで、レナも3杯飲んで、俺も4杯5杯飲んで。皆さんはよく立ち飲み屋行きますか、行かないですか、コメントで教えてくださいね。なんかここに行った方がいいよとか、おすすめがあれば教えてください。特に名古屋はおすすめは聞きたいんですけど、まあ、東京とか大阪とかにも行ったりすることがあるから、ぜひ教えてください。ではこの動画が楽しかったならぜひいいねボタンを押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。